今日は沖縄県の八重瀬町、グシちゃんにやってきたぞ。ここには特攻停止特攻があるから探していくよ。闇のゲームの始まりだぜ。グシちゃんの海岸はでかい岩がゴロゴロしてるぞ。方向的にはこっちの方だべ。なにこれ、ヤブがすごすぎていけない。残念だったな。大回りして別ルートを探す。なんか穴があるぞ。岩の反対側に行けるな。左の方に行きたいのだが、こっちで行けそう。と思っていたのか。全速前進だ。適当な穴を通ったら反対側に来れた。この世に解けない謎なんてねえのさ。どこにあるんだ。いい加減にしろ。草やばすぎて草生えるわ。あれれ、ここに何かあるよ。出た。これがグシちゃん浜の特攻停止特攻だ。こっちが正面だろう。高さ 1.8 メートル、幅3メートルくらいだ。非特攻の前は池になっているので、道からダイレクトに来れない。地質は石灰岩質だろうか。内部を見る前に特攻艇を知りましょう。特攻というと、航空機で特攻する神風特攻隊が知られているが、海上での特攻に使われたのが神揚、マルレといったモーターボートだ。海軍が運用したものが神揚、陸軍が運用したものをマルレと呼び、細かい違いはあるけど似たような構造をしているよ。陸軍のマルレは、もともとは特攻兵器でなく爆雷を使用して奇襲を仕掛けるという兵器だったけど、船もろとも突っ込んだ方が技量も必要ないからと特攻兵器として方向転換したようだ。特攻艇は、長さ約5メートルほどの船体はベニヤ板製、自動車用のエンジンが使用されていた。使用法としては船ごと目標物に突っ込むのだ。じゃあ、中を見ていくよ。あれれ？この壁面の色。火炎放射と。意味わかんない。適当に言いましたサーセン。壁面の色が黒っぽかったりすると、焼け跡に見えてしまう。やばいですね。右下には1分で作成したマップを表示してるよ。このゴム木の根が壁を張ったり、垂れ下がったりしていますね。人工合だと思うんだけど、あまり痕跡がない。削岩機使った後かな？他の特攻艇非特攻だとレール跡があったりするが、ここは何もないです。約15メートルの直線的なトンネル形状の非特攻です。入り口から10メートルほどは高さと幅が揃っている。後ろ5メートルほどは高さも3メートルほどになり、右側にはスペースもある。地面は全然鳴らされてなくて、岩が露出してゴツゴツしています。後方部分に設けられたスペースです。直線的な号と言ったな。あれは嘘だ。なに？ L 字のような形状をしている。幅と高さと奥行きは 3.5 メートル ×3 メートル ×5 メートルといったところか。一番奥の壁面だよ。裂け目があるんだべ。琉球新報に唯一この号についての記事があり、特攻艇の修理スペースと記載されていた。確かに修理する場所としては十分なスペースかな。後方部分に上部に行けそうな道があったから、監視所があったのではないかと思う。今は崩落していけなかったです。
こんな感じで使ってたんだな。証拠は揃ったな。今回はグシちゃん浜に放置されている特攻艇特号に行ってきたが、沖縄県内には他にも特攻艇特号が各地にあるんだべ。本島内の代表的な場所だと、糸満島英里、今回行った特号からも近い八重瀬町長家、読谷村戸口があるぞ。周辺離島だとダイビングでも有名なケラマ諸島の渡嘉敷島やゲルマ島にも残っている。米軍上陸前より、日本軍は上陸してきた米軍に奇襲攻撃するためにケラマ諸島に海上挺身隊と特攻艇を配備していたよ。しかし、日本軍の予想に反して米軍が初めに攻撃してきたのはケラマ諸島だった。特攻艇で奇襲するどころではなくなってしまうのだ。他にも石垣島や宮古島にも、海岸付近には特攻艇特号が残っているよ。特攻艇の戦果に関しては、出撃イコール全滅するという特性上、正確な記録がない。1000人以上が出撃した海上特攻だけど、目立った戦果はなく戦果は重責にも満たないという見解が多いようだ。なんとも言えませんな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。